ドキドキ似てるクイーズ。これから1問だけクイズを出題する。考える時間は5秒だけ。もし間違えたら即失格。わかったか。それでは問題。お前の母親と恋人が悪党に捕まり、1人しか助けられない。1、母親。2、恋人。どちらを助ける？うーん、悩め悩め。この問題にもがき苦しむんじゃ。こんな残酷で無慈悲なクイズに正解なんて言葉ではくくれない。このクイズに正解なんてない。しかし1か2でしか言えないルール、つまり答えられない。答えは沈黙。万人共通の答えなどないクイズにバカ正直に答えてはいけないということじゃ。このガキどもは気づけるかの。こんな残酷で無慈悲なクイズに正解なんて言葉ではくくれない。このクイズに正解なんてない。しかし1か2でしか言えないルール、つまり答えられない。答えは沈黙マス。ダニエー、このメスガキ正解しよった。しかもご丁寧にその真意までも詳しく。見た目からして4歳くらいじゃろ。なんてガキだ、天才かよ。まるでわしの心すべて読まれているような感覚じゃ。こんな逸材見たことないぞい。俺は猫かな。猫？1か2で答えろって言ってんだけど。いや、猫もいたよ。もう何なんだ、訳がわかんねえ。ドキドキ二択クイズを長年やってきたが、こんな頭のネジがぶっ飛んだ回答したやつは初めてだ。猫だぞ、猫。しげちーくんより脳内理解不能で、出題者のわしの方がドキドキしとる。糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、パンパンパン。